ジョーダン・トーマス・ルプローは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、バイセエリア出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のタンパベレイズ所属。親戚に外野手として1960年代にニューヨーク・メッツなどでプレーしたあるルプローがいる。カリフォルニア州立大学フレズのコ時代は、アーロン・ジャッジとチームメイトだった。2014年の MLB ドラフト30目で、 ピッツバーグパイレーツから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9、ジェームズタウンジャマーズで、プロデビュー。62試合に出場して打率、277,6本塁打、30打点、10盗塁を記録した。2015年は、A 級、ウェストバージニアパワーでプレーし、106試合に出場して、打率、264,12本塁打、67打点、 11、投類を記録した。2016年は、A 級ブレーデントン・マローダーズでプレーし、104試合に出場して打率、254、10本塁打、54打点、6投類を記録した。2017年は、開幕を A 級アルトゥーナカーブで迎え、トリプル A 級インディアナポリス・インディアンスを経て7月28日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。 同日のサンディエゴパードレス戦にて7番右翼手で先発出場してメジャーデビュー。この年メジャーでは27試合に出場して打率2053本塁打11打点を記録した。2018年は37試合に出場して打率1853本塁打7打点に投塁を記録した。2018年11月14日にエリック・ゴンザレス。 ターマージ、トーマス、ダンテメンドーサとのトレードで、マックス・モロフと共にクリーブランド・インディアンスへ移籍した。2021年7月30日に、ペイトン・バッテン・フィールドとのトレードで、DJ ・ジョンソンと共にタンパベイ・レイズへ移籍した。ありがとうございます。